六代目、流亭炎路は、落語家、落語研究家、諸芸根和会会員。出林は、五郎と木胸のせり。本名、黒田健之介。東京都大田区出身。1954年6月、五代目、柳屋子さんに入門し、全座名は小助。1957年3月に見つめで五代目、柳屋子男児となる。1968年9月、 立花や文造とともに、新内に昇進し六代目、竜亭園路を襲名。晩年は、観光編を患っていたため、入退院を繰り返していたが、体調の様子を見ながら、独演会を開いた。1991年死去。母書は、府中市の玉霊園。落語家としての活躍だけでなく、落語研究家として、古典落語の普及に尽力し、 子供でも落語に親しめるように古典落語をアレンジし子供寄せや落語家の歴史の著書がある。後に子供寄せに収録した古典落語のコホメが国語の教科書に読み物教材として掲載された。新作ではニコライ・ゴーゴリの街灯を落語化する。竹取物語を題材にした創作落語を発表した。落語の文献の研究。 資料の収集に力を注いだ。特に初代男子老燕ダの研究には没頭した。晩年、ツバ燕ダの襲名も計画していた。自他とも認める筆部賞だったが、ワープロがまだ珍しかった頃にワープロを購入してからは、独演会などの案内などは自分で作成し、案内状や手紙を書く回数が増えていった。妻は絵本作家の瀬名恵子。 長男は、比較言語学の黒田隆之介。ありがとうございます。